みーな、かわいい。あの、みーなさん、私、新人アルバイトの吉成千波です。いいじゃん、元気でねえ。ありがとうございます。かわいい、私、かわいい子大好き。みーなさんは、ずっと私の憧れの人だったんです。すっごく可愛いし、スタイルもいいし、何でも着こなしちゃうし、友達もみんなミーナさんの真似してました。あなた、いい人だね。名前、なんだっけ。ちなみです。吉成ちなみです。ちなちゃんね。あ、ちなちゃん、今度ご飯行こう。喜んで。これから私のことよろしくね。なるべく担当千奈ちゃんにしてほしいって事務所にも言っとくから、うん、千奈ちゃん仕事できそうだし、いい子だし、大好き。ありがとう。みーなさん、来ないで。話がしたいんです。話？心の中で私のことバカにしてたくせに。そんなことありません。待ってください。お願いします。話を聞いてください。あんたなんて信用できない。ミーナさん、しっかりしてください。ミーナさん、大丈夫ですよ。一晩経てば帰れますよ。どんなに頑張ったってシンデレラにはなれない。時間が来ちゃえばただの惨めで貧しい娘に戻る。そういうことでしょ。そんなこと。夢の時間はもう終わり。トップモデルになりたいなんて夢を持つことがそもそも間違いだった。私が来なかったらどうするつもりだったの。来るって信じてましたから。ありがとう。今日はありがとう。私ね、昔すごい太ってた。子供の頃ずっと。だから性格も暗かったし、これからはこれがお守り。私のすべてをさらけ出す。昔太ってていじめられてたことも、薬に頼って体重をキープしてたことも、裸になってもいいよ。勝つためなら。ありがとうございます。